どうもシェアハウスマスターの鈴木です。今日はシェアハウスの内見をして、お気に入りのシェアハウスが見つかった後にシェアハウスの運営会社に申し込みをして、その後契約という運びとなりますが、その契約の際に気をつけるべきポイントのお話をさせていただきます。やっぱりシェアハウスを内見して自分が気に入ったシェアハウスが見つかると嬉しいですよね。これからこのシェアハウスに住むのかっていうイメージが膨らむものです。どんな方が入居してるのかなとか、新しい住まいで何を買おうかなとか、すごくワクワクするものです。でもそこでもう一度鉢巻きを締め直して、しっかりと確認しないといけないのが運営会社との契約です。契約の際にしっかりと契約書の内容やルールを確認しておかないと、自分が確認できてない条件が入っていたり、自分のライフスタイルに合わないルールが入っていたり、場合によってはすぐに引っ越してしまわないといけないっていうこともあるかもしれません。そうならないためにも、運営会社と結ぶ契約書やルールの内容は非常に大事です。その契約書の内容について絶対に確認しておいてほしいポイントを今日は3点お話をさせていただきますので、今シェアハウスを探している方やシェアハウスに興味のある方はぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルはシェアハウスについての情報やシェアハウスに住んでいる方からのご質問を取り上げたり、また不動産関係やその他時事ニュースなども解説する動画も発信しておりますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。では早速ですが、契約時に確認するべきポイントの第1点目は、契約期間と更新料の有無です。契約期間更新料は通常の賃貸物件ですと、2年契約で更新料が賃料の1ヶ月分というのが一般的かと思います。シェアハウスの場合、一般的に契約期間は1年から2年です。ここで気をつけていただきたいのが最低契約期間の有無で、最低契約期間が3ヶ月以上だったり、長いところでは6ヶ月以上が最低契約期間という運営会社もございます。ですので、短い契約期間を想定されている場合は最低契約期間を必ず確認した方がいいでしょう。あと、契約期間を満了した後の更新料の有無も確認する必要があります。更新料は必要がない運営会社が比較的多いんですけれども、更新の際に1万円だけ必要だったり、場合によっては賃料の1ヶ月分必要だったりするところもございます。入居して1年から2年後、急に賃料の1ヶ月分更新料を請求されても、普通すぐには払えませんよね。払えたとしても結構無理をして払わなくてはならなかったり、旅行などの計画をしていても台無しになってしまうなんていうこともありえます。当然、更新料がある場合は契約書に記載されていて、運営会社の社員もしっかりと説明してくれるとは思うんですけれども、必ず自分でも確認しましょう。2点目は光熱費の支払いについてです。光熱費について、通常の賃貸物件の場合は個々に東京電力や東京ガス、水道局と契約しますよね。でもシェアハウスの場合は運営会社が東京電力等と契約をして、一括で光熱費を支払います。ですので、運営会社が一括で支払いをした光熱費を後ほど入居者様に請求するということになります。運営会社が実際に支払っている光熱費の金額は毎月一定ではないわけですけれども、入居者様に請求する光熱費の金額は毎月上下すると、運営会社が管理するのが少し大変ということもあって、毎月入居者様に請求する光熱費の金額は固定にしているところが多いです。ただ、毎月の光熱費が固定であったとしても、入居者様の電気ガス水道の使用状況によっては光熱費を値上げするっていう可能性もありますので、その運営会社が今まで光熱費を値上げをしたことがあるのかや、これから光熱費の値上げをする可能性があるかなどを運営会社に確認するといいでしょう。光熱費を毎月固定で支払う以外にも、光熱費を入居者様の人数で割ってお一人お一人に請求するという運営会社もございます。これは光熱費を運営会社が一括で支払うということは同じなのですが、その支払った光熱費を入居者様の人数で割って計算してお一人お一人に請求いたします。ですので、当然入居者様が支払う光熱費は毎月上下することになりますので、運営会社から毎月の光熱費を入居者様にお知らせすることになります。この場合、毎月の光熱費の金額は請求されるまでわからないっていうことになるんですけれども、それでも去年の同じ月の光熱費の請求金額などのデータを運営会社は持っていると思いますので、そういったデータを参考にして、だいたいどのぐらいかかるかっていうことは確認しておくといいでしょう。3点目は退去時についてです。退去時に気をつけるポイントは、退去の通知をしてから退去までの期間です。退去通知を運営会社にしてから退去までの期間は、通常の賃貸物件ですと1ヶ月前っていうのが一般的かと思いますが、シェアハウスの場合も退去通知は1ヶ月前というのが一般的です。ただ、運営会社によっては1ヶ月前とは限りません。例えば退去通知をした月の翌月までが契約期間だったり、退去の通知が2ヶ月前だったりする運営会社もございます。2ヶ月前の退去通知ですと、退去の際に次の引っ越し先にうまく引っ越しができなくて、次の引っ越し先の賃料と今住んでいるシェアハウスの賃料をダブルで支払わないといけないということになります。ですので、退去の通知は何ヶ月前にしないといけないかっていうのは必ず確認しましょう。以上3点は契約時に必ず確認した方がいいポイントになります。まとめです。1点目は契約期間と更新料の有無で、最低契約期間や契約満了後に更新料があるかを確認しましょう。2点目は光熱費の支払いについてで、月々固定の光熱費でも入居後運営会社が値上げするとも限りません。光熱費の値上げの可能性や今まで光熱費を上げたことがあるかなどを確認しましょう。3点目は退去時についてで、退去の通知は何ヶ月前にしないといけないかを契約時に必ず確認しましょう。以上まとめになりますが、契約後後悔することがないようにあらかじめ契約時に確認する内容を押さえておくと、契約後大きなミスということがないと思いますので、ぜひ今回の3点は押さえるようにしてください。最後までご視聴ありがとうございます。今日の動画が役に立ったなとかためになったなという方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、できればコメントしていただければ嬉しいです。では。